Dog. ハイパー2気筒で頑張ってます。遠藤さんも元気で、また飛ばしに来てください。これはエンジンはあれですか、何のエンジンですか？斉藤の90です。結構いいですか？上空でたまに止まりますので怖いです、はい、じゃあそれを楽しみにしてます。今鈴木さんの株が強風に煽られパワー不足で墜落したので、その捜索を今練ってるとこです。入っていけない。この道ももう見えなくなってる。分かんないね。だからこうずっと入ってってもね、もう出たんだ出ないんだ分かんないんだよ。自分の位置がもう分かんなくなってきちゃったけど、新しい飛行機ですね。これは新型で今日初飛行なんですが、クラブの穴を開けると忘れて、今穴開けます。これメーカーはどこですか？これフェニックス。フェニックス。なかなかね、いい値段の割にね、こんな立派な引っ込みがついてます。引っ込み着なんだ。これ5秒の。ああ、そうですか。はいはい。じゃあまだ初飛行はしてないですね。まだこれからです。はい。わかりました。はい。はい、フィールドでお待ちしてます。早く来てください。久しぶりですね。久しぶりです。仕事忙しかった？はい、仕事がなかなか忙しくて休みが取れません。はい、でも今年いっぱいですので来年から頑張ります。はい、こんにちは。これはフライデーです。やっぱり一緒に飛ばしましょう。はい、年が来てるから頑張ってくれる。そこ頑張ってください。はい、わかりました。はい、はい、じゃあまた一緒にやりましょう。いやー、早田さん、こんにちは。久しぶりですね。暑くてね、待っててますけど、飛行機もね、やっと作り始められる状態で。なんかまだ作る予定あるんですか、これから？あるんですけどね、いろいろ、まだキットは何機か残ってるし、買ったのもあるし、昼間さんから譲ってもらったムスタングとかある。あ、作りたいと思います。まだまだやることいっぱいありますね。まだまだあります。はい、じゃあまた、はい、みんな元気になってますけど、います。はい、指の使い方教えてください。この飛行機なんですか？ガルフ1本。あ、もう前に飛ばしたやつね。1回飛ばして、はい、ネスト起こして1本使って、はい、来週にやった。わかりました。また NG 賞を期待してます。はい、ちょっとね、せっかくのいい天気なのに片足を座るので、また早く治ってすぐ来てください。はい、相変わらずバカなことをやってますか？はい、はい。いつもの通り。はい、これ何やってんですか？これはもうコネクターを直してます。モーターのあれ、ブラシ？いや、ブラシじゃなくて今日は風強いからもう飛ばさないで、こういう作業ですね。はい、修理係代表。はい、レールを弱いて調子がうんぬんとなったんですが、その後、まあ、古山さんからいろいろ情報を
早く元気になって、楽しく遊びたいと思いますので、頑張れっていうのはピンクダンスですね。とにかく、早く遊びに来てください。お願いします。はい、はい、じゃあみんな待ってます。私も感染対策飛ばしてますんで早く飲んでください。はい、待ってます。はい、遠藤さん早く遊んで待ってるよ。遠藤さんがいなきゃつまんないじゃん。そう、ね、本当に教えてよ、早く帰ってきて。はいはい、お願いします。お、それは何、ブラックウィンですか。いや、ちょっと古いエンジンがいっぱいあるので、はい、うん、ひるまさんから買ったエンジンとか。なるほど。あ、遠藤さん、ご紹介です。なんか調子悪いそうで、このぼちぼち養生して、また元気になって来てください。はい。大事に。こんにちは、おはようございます。ね、スージーです。逆光でね、顔がね、真っ暗だめ。真っ暗、あ、いいよいいよ、はい、あ、顔、はい、そうそう、はい、映りました。はい、いい、いいよ。はい、今日は朝から4メーターぐらいの風が吹いてて、午後にはもっと強くなるという予報になってます。そんなわけであんまり飛ばせません。みんな作業をやってます。あとは午後からは多分バカ話で解散だと思います。遠藤さんも早く元気になってこのバカ話に加わるようにお願いします。電話もらえばいつでも迎え行きますので。はい、じゃあまた。遠藤さん、どうしてますか。本当に来てください。だったら俺が近いんで俺迎え行きますから、いつでも電話ください。早く回復してということを皆待ってます。